本日も実況の時間がやってまいりました。実況は私相場師霊夢大先生とマリサがお送りします。本日は11月23日のトレードだ。今見えているのは前回のトレード、含み損で20万円を超える場面もあったが、そこから奇跡の生還を果たしたな。ここからどう戦っていくべきか、あやべ、間違えてロングしちゃった。え、トレード歴2桁年ですよね。経験より先に老化が来ているのかも。しかしそこは霊夢大先生、持ち前の豪運でカバーするんですよ。早く滅びねえかなこのトレーダー。まあ、15分足に出現している3つの下髭、これを見れば、誰だって上昇トレンドが始まるってわかるだろ。含み益のトレーダーは後付けで何言っても許されるんだよな。それ言わなければ許されてたのにな。結構な大相場の下落が終わった直後なので、一旦早めのパブロン、元い早めの利確だ。利確直後に上がっていくのはちょっと悔しいが、言うだろ、相場師霊夢大先生最強って何か名言言うのかと思ったらただの自慢かよ。さて次のトレードだ。日付変わりまして11月24日クリスマスイブ1ヶ月前だ。諸君らはおそらくクリスマスイブ、クリスマスに予定はないと思うが、いつでもリスナーとファイトスタイル、私もありません。傷の舐め合いだった。そんな寂しい我々だからこそトレードくらいは勝たねえとな。トレードでリア充からクリスマスの資金を奪い取り、ひもじいクリスマスを過ごさせる。これこそが、私たちに残された希望。クリスマス撲滅作戦だ。何その支援むき出しの投資。でも考えてみれば、私が最近ゼロカットした20万円くらいが、クリスマス予定のない方々の元に届いていると思うと、なんだか気持ちが楽になってきたんだぜ。あれ、ところで貴様、クリスマスの予定は？え、クリスマスの予定は？って、まずそれしまって。返答次第ではトナカイの鼻がさらに赤く彩られることになるぞ。いや毎回思うけどこの動画トレード動画ですよね。むむ、確かにそうだな。私としたことがつい忘れていた。今もショートポジ握っていたのだったな。とは言ったものの、見てわかるように全然動かないんですよ。こや相場師霊夢大先生もいとまのあまりリア充を爆散させに行きたくもなりますよ。確かに全然動かないな。あれ、でもなんだかボックスの上端付近にいるような。うおお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 おふぅ、ん、おおおふぅ、忙しいやつだな。そしてこうなるわけですよ。どうしてこうなった？いつの間にか含み損5万円。やばいって。今の気持ちを述べよ。俳句形式で。気づいたら、爆上げしてるの。なんでかな？記号がないやり直し。嘘。だが考えろ。さっきのクリスマス理論とマリサの自慢話を総合的に考えれば、逆説的にここで損切りしたら私にもクリスマスの予定が埋まるのかもしれなくね。あらやだすごいポジティブ。しかしここまで上昇してしまったからには、もう一つ打ち込まなければいけないでしょう。よいしょ。なんとなく、打ち込まされた感じもあるが、まだ大丈夫だ。証拠金の大きさに物を言わせたようなこんな感じのトレードができるのも、ここまで細かく利確を積み重ねてきた特権。今言葉に出した打たされるという感覚、実はこれ結構大切で、自分で自ら難品したのか、相場に難品させられたのか、難品させられているというのがどのような難品なのかは言語化するのが難しいが、とにかく相場にさせられた難品はその後足を引っ張ることが多い。今回打たされた感覚を覚えたまま難品したのは、まだ余力が十分にあるからだ。これが証拠金維持率 200% くらいしかないのに最後の難品を打たされるようであれば、そのトレードはほぼ終わりだ。なんとなくでいいから、覚えておいてくれたまえ。さて、走行しているうちにしっかりと難品ポジも担ぎ上げられ始めているが、大丈夫だろうか。めっちゃ上昇してる。あれ、だけど、あれ、ポジションは、まさか、すでにゼロカット。いや、それがすまない。ポジションを持ったまま外出してしまい、スマホでレートを確認していたのだが、あまりの急騰で損切りしてしまった。また、頃合いを見てスキャルピングで少し稼いだから、やや損失も減っている。ということで、ガチャピン。この急騰相場でよく生き残ったよ。マジでラッキーでした。だが、今回はラッキーだけでは終わらせない。ピンクまで進化させる視聴者の年齢層的に伝わらないんじゃないかな。上昇が落ち着いたところでサイドショートを入り直したが、どうだろうか。さすがにそろそろ下落の圧力が強まってくるのだろうが、ここから考えていかなければならないことは3つ。売り圧力と横軸だ。どういうことなんだぜ。これだけ上昇した後だ。
しかもレート自体も2040ドル付近とかなりの高値圏。トレーダーたちはやはり下落の目線が強くなってくるだろう。短期的には、ショートの圧力が強まるということが予想されるのは想像に難くない。ここまでが、売り圧力の話。しかし、今すでに高値をつけてから約2日程度そのまま高値圏での揉み合いが発生している。ショート玉が溜まってしまっている状態だ。ここからさらに上昇させるためには、損切り燃料となるショート玉の補充が必要。そのためには、この高値圏での停滞の時間を引き延ばすことが重要になる。これが3つ目の横軸の話。私は現在ショートでエントリーしているが、勝率自体は高いかもしれないが、リスクはかなり大きいと自覚している。停滞が長くなれば長くなるほどロング流勢に傾いてきているように考える。おっと、少し真面目に話しすぎてしまったな。どこかでボケ要素入れないと最後がおかしいんよ。危ないとはいえ、なんとかここは下落してきてくれているな。含み益3万円弱。まずまずの金額だ。ロングの利確はすでに結構入りきっているだろうから、ここからの急落、というのはあまり望めない。下落するとしてもじわりと行くはずだ。あれ？どうした？全然ボケ入れてなくない？そこ気になっちゃった。チャートアップにしながら何か言われるとレートが急変したかと思うんだが、何ならこのまま家計簿作ろうか。話の脈絡がなさすぎる。ひとまず含み益4万円超え。先ほどの損切りをなんとかカバーできそうな位置まで戻ってきた。ということでここで利確からの土天ロングだ。この急変した相場でそんなにトレードして大丈夫なのか。ブラジルサッカー代表言ってねえよ。とはいえ、保有時間は短めを心がける。利確になっても損切りになってもな。ぬお。エントリー直後から上昇。これ一番気持ちいいやつだから。よしよし、うまく反発を利確できたな。それじゃあ次の相場。これは12月1日のトレードだ。いよいよ12月。10万円チャレンジも今年中に100万円到達は無理そうだな。まあじっくり到達すればいいんだぜ。確かに。高いから目薬ってよく言うしな。もうどこから突っ込んでいいのかわからん。って思ったら大暴落してるんですけど。あれ、これまさか損切り分取り返せちゃう流れか。それ結構すごいんだぜ。さすがは相場師霊夢大先生だ。私は負けない。ということで、ドン。この瞬間、世界が動いた。なになに、また何かやっちゃいましたか。次回このポジションが奇跡を生む。やはり相場師霊夢大先生は最強。発揮し和感だね。次回お楽しみに。